俺はレアじゃないかな。いつもいるキャラかな。俺はってこんばんは。通りすがりは大嘘つき。ラジオで無言になったら本当に配信してんのかしてないのか分かんなくなるからちゃんと喋ろう。はい、わかりました。放送事故。了解って何が了解。おーおーおお。久しぶりに髪の毛に熱を与えようと思うんだ今から。初見です。嘘嘘、それは嘘。ただ初見の時に初見っぽくない感じでいたのはすごく印象的。初見マークついてんのになんか昔からいましたみたいな顔して、あれ面白かったな。元気だけどいつもこの時間寝てて、あ、逆に申し訳。こっちこそこんな時間にいつからか配信するようになりましたからね、すいませんね。本当に久しぶりに今ヘアアイロンを当ててる。こんばんは。私んとこ雪降ってなかったんじゃないかな、わかんない、お家から出てないから。初見で結婚して投げてキレられたってめっちゃおもろいやん、最高、すごいな。そんな配信者おらんでな。お奥歯が取れそう、どういうこと、大丈夫、ちゃんと歯医者行きや。どうしてそんなに記憶力がいいの。めっちゃいいこと言いたいけど何も思い浮かばへん。なんでそんなに記憶力、興味のあることだから。みんなが面白いから。こんばんは。東京今夜めっちゃ寒い。そうなんや。こちら暖を取ってますね。うん。乳歯はもうみんな生えてないっしょ。え？乳歯ってもうみんなないよね。え？節電しないとね。そうだね。もう配信やめる今日。やばすぎ。赤ずきんと狼の会話みたいになっちょる。誰が狼や。え困惑。死ぬ。あかん、すぐ死ぬとか言っちゃう、ほんまにやめたいそれ。リナッチ何いや東京電力がまあそうだけどさ、いやほら配信やめたら東京にいる人も電力使わんやろ。でも携帯って電力、充電以外に電力なるんかな。 Wi-Fi とか使ってたらさ、その元の Wi-Fi のさが電気通してるからさあれやけど、
どうしてねえのって聞かれてるから、ああどうして記憶力がいいのって聞かれてるから、言われて答えてるから、赤ずきんちゃんみたいなんだね、赤ずきんと狼みたいな会話だねって言ったの。そういうことか。はじめまして。あ、間違えて、ほんまかいな。あ、もうその時間は終わったの？どうなんかな、あれ、ちょっとは、節電と言いますか、なんか、効果はあったんかな。で、顔の位置やば。やば、できた。死ぬって言うな、すぐ死ぬって言うな。なんでこんな位置が事故ってんの、一回やめよう。あー、生きて、あ、花粉まみれ、ちょっとちょ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 、前さ、あれやん、なんだっけ、歌舞伎町、あ、この時の配信見てなかった人のために言うんだけど、確かね、花粉まみれがさ、え、花粉まみれだったかな、が歌舞伎町に行くと、はし、なんだっけ、めっちゃ走りたくなるみたいなことを言ってて、その走りたくなるが、その歌舞伎町という、まあ、ディープな感じの街が怖くて走りたいのか、それともその独特な雰囲気のその場所ではしゃぎたくて走りたいの意味なのか、どっちなのか教えてって言ったのに、そのままいなくなったの。今日こそは答えてもらおうじゃないか。そう、あの時の配信来てた人います？どっちなのか本当気になるんで、私は。みんな興味なかったとしても私は気になるの。もう忘れた。うわ、最悪、うわ逃げた。もう忘れ、え、何、そんな歌舞伎町で、え、どういうこと、一旦リセットされた、大丈夫、聞いてはいた。そう、もう忘れたって、分かったよ、分かりました。ではこの話は封印いたし、封印いたす。お、12時過ぎた。今日は顔色が悪いよ、顔色が悪すぎる、どうしよう。ほんま、マスクして配信しようかな。マジで、早く西武線に乗りたいから、西武新宿駅のある歌舞伎町を走る私。西武新宿駅、はあ、西武新宿駅は行ったことないの。西武線も乗らないしな。寝ますか？いいよ、寝ても、いいよ、寝てもいいよ。ほんまに顔色、どうしよう、顔色が事故ってる。あ、聞いてほしい、
私スプラトゥーンやってるじゃないですか。じゃあ寝ます。寝るな。スプラトゥーンやってるやん。で腕前がもう上がりに上がりましたよ皆様。なんと A- になりました。パーンパパパーン。そのスプラトゥーンの A- の凄さが多くの方は分からないと思うのでご説明いたします。スプラトゥーンのゲームには腕前っていうものが存在してて、まずスタートが C- なんです。で C-C、C+、B-B+、A-A+、S で X。このようにね、この X に行くまでとんでもなく力じゃない、あの時間がかかるわけですよ。何十回とか勝たないとなんか次のランクに行けないみたいな。負けたらそのバロメーターが進まないし、負けが続くとひびは割れて、でもう一回バロメーターゼロからみたいな。超大変なのさ。3ヶ月かけてやっと A- に行きまして、んで、でも私まず C から B に行った時点でその周りの人たちのプレーのレベルの差が圧倒的だったの。もうなんかすごすぎて、私がここに来たらみんなに迷惑がかかるっていうレベルの本当それぐらい腕前が一個上がるだけでかなりそのゲームのレベルが違うと言いますか。そう、それでな、だから A- に行ってもう怖くてさ、 B から A- に行ったらすごい今までよりさらに強いから、絶対に。だから怖くて一旦中断しました。だから A- ではまだプレイしてません。怖くて。久しぶりにヘアアイロンしてみた。こんばんは。ほうれんといてくれる？そんなわけ。
みんな一気にもう興味なくなってもったよ。わ、ペンライトが降ってるよ。かわいいなって、ありがとう。みんなもうさっき私がラジオで配信してたからもう聞く専門になってもうて、コメントせんくなったな。とりあえずスプラトゥーンが A- になって超嬉しかったっていう報告だけしておくわ。ほんとコメント、コメントしてる、書いてる。そうじゃない、そうじゃない。じゃあみんなの最近楽しかったこと教えて。何があった？最近みんな、え、コメント？いやそうじゃない、え、コメント書いてって言ったからコメントっていう言葉を書いてんの？何それ、何それ。実況配信はおいおいするから、待て待て待て。おお、お話し会が楽しかったと。どんな感じなんだろうあれって。おお、みんな最近楽しかったことなかったか。寝ますってコメントしたら、寝るなと帰ってきたことです。そんな直近のこと楽しかった、それでいいの？それで楽しいんやったらよかった。4月24日 NMB 全悪するねんて。そうなの？そうなん、どういうこと？なんか前言ってた抽選のやつ、なんかちょっと前にやってなかった、全員いけるんじゃないけどみたいな。お話し会でケイトと話したこと、いいね、絶対元気で可愛いんだろうな。推しメンのチェキが当たった、おめでとうございます。とってもおめでとうございます。それはすごいよかったね、よかったね。今日花粉が少なかったのが20丸。なるほど、花粉が少ないと。ああ、私の周りはあんま分からんの。私花粉症じゃないから、今日は花粉が多いとか、今日花粉が少なくてよかったとか、花粉症なんだよね、花粉症やねんっていう会話に全く入れない。前も言ったと思うけど、ほんとね、花粉症じゃないっていうと意味がわからない、それは鈍感すぎるっていう。いやいやいや、敏感すぎるねんってあんたがってって思ったけど、もう その人と会話広げたくなかったから、はははそうですね、なんやこいつと思った鈍感とかなんだと言われなきゃいけないんだなんてこともあった。
結婚してギフトを贈ると全力で拒否るのを見れたこと、おめでとうございます。よかったね。嬉しかったでもいい、いいよ。よくわからん試験受けて無事受かった、おめでとう。あれ前なんだっけ、会社のだっけ、違うっけ。おめでとう、よかったね。よかったのか、よかったよかった、おめでとうございます。抽選の次の日にあるんですよ今回。なん抽選ん、え、じゃあ当たったから明日来てねってこと、そういうこと。リナッチも突然花粉症来る、やだな。今日もご飯が美味しかったこと、よかった。それ大事、大事、すごく大事ですね。それそれはいいことだ。うん、ココナちゃんの卒コンはいつですか。仲良くして、いやいやいや、しない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 、え、何、誰と仲良くするの、やだやだ。ん、先週から月末まで休みがないので楽しいことがない。楽しいよ、楽しい楽しい楽しい、イエーイ。僕と会話広げましょう。じゃあ広げれる何かをください。告白の空砲公演千秋楽が、あ、そうなん、決まったん、よかった、なんかよかったな。千秋楽ね、1ヶ月以上伸びたんじゃない、よかったね。おめでとうがなんか軽い気が、いや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 、心から言ってますが会社で強制的に受けらせられたやつが、そうか、おめでとう。久々に勉強、そうだよね、大人になってそんななんか試験受けるとかなかなかないもんね。おお、やっと連休、おめでとう、よかったね。ゆっくり休めよ。やっと連休なら、こんな時間のこんな私の配信なんか見ない方がいいよ十分しっかり休みなあー、土曜日か、土曜日はちょっといけない、いけない26はいけないです。どれ、ごめんなさい、いけないです。あー残念1年以上は続いていい公演だったな。そうだね、もっともっと回数やってほしかったけど、ね、DMM を見るか見ないかわからんわからん、2回しか見れなかった。そっか、でも100回もやってないでしょ。2回見れただけでもすごいさ。こんばんは、休日私とデートしたい、ブブブーちゃん無理コロナが全部悪い、その通り、ザツライト。コンサートとか顔パス顔パスっていうんかな、一応連絡してから入れさせてもろてます。はい、まあ言うたら、そっか、名前言うんじゃなくてもう見て、あーって入れるから
顔パスか。いや、だマスクしてるから一応あ釧路ですとは言うけど、あの言う前にあーって言ってくれるから多分分かってくれてるんだと。いいなーだって。でもその関係者入り口とかないから普通にみんなと一緒に入ってるよ。でも NME のコンサート行ったのはジョーホールだけだから、ジョーホール普通にみんなと一緒に入って、みんなと同じようにチケットの座席とゲートを確認して、みんなと同じ道を通って着席してます。出禁になったら抗議しに行くわ私。なんでやねん。私の隣の席になりたい。え、やだやだ、絶対やだ。みーきのこと見てニヤニヤしてるところとか、うん、振り全部知ってるからってペンライト持ちながら踊ってるところとか見られるのめっちゃ嫌やから絶対嫌。あ、そうです、関係者のお席に座らせてもろてます。でもね、関係者席言うたって近い人は近いもんね。なんだっけ、あ、そうそう、でさ、私一応着席してからさ、こうやって見るのさ、双眼鏡持ってきてるから周り見てどんな人が見に来てるかなって見るのさ。でさ、アリーナの方もバーって見て、バーって見てたらさ、あれ、これは私の握手会にも来てくれてた人だと思ってじーって見て、じーって見て、みんなに、え、めっちゃいい席やんって、11周年の時になった。一緒に振り踊りますよ。いや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 、私の振り踊りますと、もうもう次元がちゃうから、私もう何ペンライト持ちながらさ、もう踊ってるもん。オタクチェックするリナッチ、そうだよ。どこからが女性専用エリアかな。女性専用エリアにはどのメンバーのがうちは多いのかなとか、アリーの席の人はどんな感じでワクワクしてんのかなとか。でこっちを見て、あー準備してる準備してる、こっちも見て、おーよしか、うんうんうんみたいな。おもろいよ、みんなもそういうのせえへんの？私はする。誰がいるか、誰が誰を推してるのか、興味はないけど興味ある。昨日リナッチを見て寝落ちして起きたら知らん人が配信する画面で充電 2% あった。すごいね、充電 2% 残ってたんだ、それは強い、すご、
お疲れ様です。関係者席をチェックして誰がいるのか見るの楽しみだったけど、マスクのせいで誰か分かりにくくなった。それな、ほんとそうだと思うね。誰か分かんないよね。ちゃちゃ、一般人がやったら不審者だと思われそう。確かにライブ始めてない、メンバーすら出てきてもないのに。ああ、でも私あれよ、セット美術をめっちゃ細かく見るかも。今回どうなってんのかなって、あの後ろにある色付きのやつはどうなってんだろう、おお、ただの布だったみたいな結構ある、そういうので。電飾が A の MB ってあって、モニターがここで、であとピント合わせなきゃいけないでしょ。だから着席したらとりあえず、あとグッズをいただけるので、グッズを一通り見てペンライトつけて何色にしよっかな、あ、ミーキーピンクが好きだからピンクにしようみたいな、そんな感じかな。うん、りなちゃんなら即見つけますか。私ならあれよ、コンサート見ててやっぱ人数多いやん、けど一瞬で推しって分かるもんだね。出てきて1秒で私分かった時は、あ、天才って思った。さすがに本当に。めっちゃ声通る声援だと思ったらメンバーだったことがある。どういうこと。じゃあまだ2019年とかそういう時だったってこと。声援をくれるんだ、そんな時代もあったのか。私声出ないと思う多分、今とか特にマスクの中で、あーかわいいとか、あーとか、あーって言ってるから、あーとは言わんね多分昔なのか。あー、そうそう、なるほど。あー、関係者席の場所ね。私は9周年は出てた10周年の時に、あの大阪城ホールってボックス席があるんだけど、大体そこが関係者席だと思ってたから、見たら、あのチケットもらっ見たら、あれなんか、あれボックス席って書いてない、あ、普通のスタンドの席、そんなことあるってその時はなったんだけど、去年はボックス席だった。うん、去年、もう去年か、今年も あるのかな、あったら行きたいけど、まあ10月だからまだ先の話ですね。情報ホールとかの広い会場で見つけてもらえた時は嬉しすぎて飛び跳ねそうでした。こっちも見つけるのが必死です。いやー、だってせっかくこんな大きなところに立ってるし、コメントで行くよっていうの見てるし、そりゃ見つけたいさ、私だって。リラッチって NMB 行ってた時、いやー喋ったことないと思う。うん、入ってきたのは知ってるけど、私基本一緒に公園出るまで後輩と喋んない
ああ、マスクありだとコールできるアイドルグループも、ああ、あるんだ。へえ、でも悩むよね。まあコールありきの曲っていっぱいあるからね、ミックス打ちたいよな。2627は行く予定は今のところないです。コンタクトつけると視力はいくつ？ 1.5 になる。ねえ、ささくれできた。ほら、おる。これはピリーってやったら、ここがピリーってあのチーンってなるやつだから、後でハサミで切ろう。コンタクトの長い 0.1、 え、そんな、え、 0.1 ってやばくない？え、 0.1 ではないと。が、0.1 って相当悪くない？え、え、ん、え、わかんない。裸眼の視力とか知らんのやけど。え、ナッチは公園でいつもミックス打ってたイメージです。メンバーの中で数少ないミックスを全部言える言える人の一人だったと思うから、責任を持って言ってた。怖い先輩じゃないよ、私優しいよ。けどさ、いきなりどう喋りかけるわけ？え？きっとここだってほら、何かを教えるとかがあればさ、なんかできるけど、特別ね、自分からおはよう、じゃあねねねねって言えない言えない。だから入ってきたことは基本喋らんね。うん、怖くされた、やばやば、それはやばい。魅力高いですねって言って、私はそんな、うん、逆に先輩にもそんなガー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 いけなかったな。後ろから膝かっくんしたらええねん。ああ、なるほどなるほどって怖いやろ、そんないきなり後輩だって、おい何してん、何してくれんねんとかさ、ちょ待ちやとか、ちょ待ってくださいよーと、そんな待ってくださいよーなんてそんな言われへん、言えないよ、言えんよ。ノリが良すぎ。いや、もう膝かっくんする時点で多分それはもう待ってるんだろうけど、私がもし後輩でそれされても、ええあの先輩名前なんだろうとか、そんなことなっちゃう、最低じゃん。え、
しよう。何々さんだけど、なんか、え、ちゃうでとか言われたらどうしよう。いきなり殴られそう。そんな怖いグループじゃありません。強い女の子が好きだって。なんかね、喋りかけやすい雰囲気を作りたいよね。ああ2022年はそれを心がけていこうと思う。ほんと初対面でも喋りやすい。いるじゃん、なになにちゃん喋りやすいとか、なになにちゃんいつも明るくて話しかけてくれて話しかけやすいって。その言葉もらったこと一回もないし、そういう行動したこと一回もないから、公園でリナッチの名前は出さなかったけどリナッチとのエピソード話してたね。なんだろうタピ部のこと、それ以外でなんか話してた。悪ガキコンビのいたずら。そうね、あのノリはなかなかできん。私は強いわ、あの二人は。リップ塗ったのもあるけど、配信開始した時より顔色めっちゃ良くなってるね。よかった、よかった。よかった。会社勤めてたら初めて出会ったら普通に挨拶するしか選択肢ない。いや、そう、そう、おっしゃる通り。そうだよね。それはそうだと思う。会社勤めでさ、膝かっくんとかする先輩おったら怖いわ。リナッチは美人だから近寄りがたそう。ああ。いや、美人かどうかはさておき。近寄りがたいんだって。特に今マスクしてんじゃん。怖いのかな、喋ったらそんなことないんだけど、この状態でいるから多分怖いよね絶対。どう思う？だってさ、初対面でわーって笑わないじゃん。雰囲気が柔らかくないもんね。みんなほらもう知ってるからさ。だけど充電 20% なったって。あと 10分ちょい持つかな。でも正味初め怖かったっていう人大体怖くないし。全然怖くないよ。
ねみは初期の頃からファンだけど初めてサインもらったメンバーたかりこだった。おお、何してるんやろう彼女は。マジメンバーと連絡取ってない。黒ずきんちゃん絶対これ持ってる人いないけどさ、ほんとここ映んないんだね。ロミオ&ジュリエット、このパーカーって売ってたんだっけ、持ってる人いるんかな。目元だけで表情を読み取るの難しい。分かる分かる。命で怖かったら耐えれない。やめなさい。これは劇団レナッチでロミオとジュリエットに出た時のグッズかなんかだと思います。これさパッと見さすれ違ってもこれがロミオとジュリエットかなんて分かんないじゃん。普通に着れる。もうかれこれ5年前、嘘4年前、4年前のものですが、うん、なんかさもうパーカーありすぎてさ、パーカーいらない、もう買わないパーカーは。これからパーカーが多すぎてどうしたらいいか分からへん。だってさもう 1ヶ月さ30日31日しかないのにさ、そんなパーカーさ何十回、パーカー30回、30日ずっと着てたらさヨレヨレになってさもう捨てることも可能だけどさ、パーカーって丈夫じゃない？だからさ難しいよねこれ、捨て時がない。私あと黒のパーカーと3つぐらい持ってんのさ、どうしたらいいかね。でパーカーって意外と生地分厚いからあのかさばるしさ。ほんとグッズのパーカーは困ります。パーカーの重ね着はやばい、ダブルパーカーになっちゃうそれ。フード2つもあったらやばいでしょ。あでも今日フード2つで出かけたわ一瞬。雑巾にしたら、私物持ちいいんかな。5年前の服なんてほぼない。マジ5年前の服持ってないのマジで。なんだろう。ずっと持ってるよ私。気づいたら10年とか経ってんだろうな。うわめっちゃ嫌やわそれ。だって捨て時がないんだもん。私の持ってるアウターは8割がパーカー。アウターがパーカーなの？パーカーなの？ラッチはおたき室なんだと？物持ちがいい。そうだね。なんでかね。だって某メンバーとお揃いのスカートまだ持ってるもん。もうあのデザインは本当にお揃いとかそういうのどうでもよくて、あのめっちゃバラのね柄がね、ああいうちょっと派手なのが好きだから、なんか捨てれない。
もう着ないなと思ったらフリマサイトで売って新しい服か。うわそれ強い、それできたら嬉しい。もう着ないなって思わないのさ私。あまだあなんとかすれば着れるな、ななんで本当困っちゃうよ。パーカーはインナーではないよね。パーカーはどういうジャンルになるんだろう。トップス、アウターってなんかどうもジャケットとかコートとかそういうイメージが強くて、パーカーもアウターに入るのかな、わからん。もう着ないなって思わないのがね大問題ですよね。私の服出せば売れるよ。やだ絶対やだ。私が着た服誰かに渡るとかも絶対やだ。やだやだ、いいいいいい。そこまで困ってない。クローゼットパンパンになってるよ。クローゼットにもう入りきってないもん。うん。うん。もうね、一部屋服にしたいぐらい。結局さ、T シャツも吊るしたいのにさ、もう吊るせるような、何？吊るせる量じゃないから。冠の時のワインレッドのドレス、うん、クローゼットに入ってる。カバーつけて全部。舞台で一撃屋さんの舞台出た時の衣装もいただいて、それも全部クローゼットに入れてるし、ほんと捨てれないんだよね。もうね、うん、私の服も捨てるってなったらもう誰にももう着せない。誰も着せない。もう捨てる。申し訳ないけど。でさ、もういっぱい着ても結局なんか布が綺麗なんだよね、状態が。それをどうにかしたいけどどうにかできないのが本当にね。そう、なんかもっとさ、なんかドラマとか映画に出てきそうな、うん、部屋開けたらブワーってあの服だけの部屋が欲しい。だし、なんだっけ、昔持ってたリズリサの服もう今はね、丈が短すぎて、あの当時どうやって着てたんだろうってすごい不思議なくらいなんだけど、めっちゃくちゃさ、あのフリフリだったり、まあとにかく可愛い服たち、あれはもうなんかもう衣装だと思ってるから。あれはね捨てれないね。なんかリズリサは、リズリサの服だけで多分10着以上は、もうその時点でおかしいじゃん。もう着ない服が10着ね。そんなのもうどうでもいいって思う人からしたらもう捨てろよって話なんだけど、なんかね、もうこんな可愛い服買うことないから、リズリサでもこの当時のこのこういう系統の服はもう売ってないから、もう衣装だと思って取っといてるわけなんですよ。配信でリズリサ来てくれていいよ。あ、サラちゃんにも言われた、それあの上だけしか見えないんだし、来たらいいのにって。
いやでも結構意外と肩幅もあれ狭かったり、昔のやつめっちゃちっちゃいんだよ、とにかく。だからちょっとパツパツなんじゃないかなってお輩は後輩で新しい服着たいでしょって思って、もう自分のクローゼットにもう大事に愛してます。収集癖あるよね、わかる、わかるよ。私がもしさあいなくなったらさ、この収集してるものどうすんだろう、困るよね、超困るよね。でも捨ててほしくない超迷惑な人超迷惑、もう何、もう桶と一緒に全部入れといてほしい。だってもう捨ててほしくない。もうそれはもうお亡くなりになる前に考えないといけないよね。いやでもいつどこでどうなるか分かんないじゃん。いやその時はその時だけど、これどうするって、こんな大量に服あって T シャツあって私のグッズあってどうするなるよ、もう本当に。もうなんか服の選抜10着にしようと思ったの、あスカートだけで 10着にしようと思ったんだけどできなくて、結局15着頑張って7、8枚捨てた。でワンピースの選抜も10着ぐらいいるしょ。トップスが私絶望的に少ない、マジで困った。なんだろう、収集なんだろうね、コレクションできてるのが幸せなんだよね。集めておしまいみたいなとこもあるけど、でもそれでもね Twitter で着てた服お姫様みたいで可愛かった、白と黒のやつ。スカートはほぼロングと思いきやミニスカートもめっちゃある。ミニスカートもいやこれ履けんじゃん、えこれもう履かないかなと思って一回履いてみたら、あこれ履けんじゃん、履けるでもさ結局足寒いからさ、あの着たいけど着るの悩むんだよね。捨てて後悔したのあるんだ。そうだよね、そう選別は本当に難しい。マンだらけで就活してるオタク向けにコレクション査定してた。ええマンだらけで働いてたってこと？友達がマンだらけ行きたいって言って梅田行ったことあるよ。あそこすごいよね、びっくりした。なんでもってわけじゃないけどめっちゃあるじゃんと思って。もうね、もうでも暖かくなっても夏以外はちょっと心配でストッキング履くかもしれへん。生足スカートはちょっと厳しいかもおばあちゃんにちゃんと履きなさいって言われるしリナ、マルチってかわいい。いやちっちゃいやつつけてもろてええですか。
あ、え、違いますよ。亡くなった時のコレクション処分の見積もり？え、なに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 ？え、見積も、お？お？え、働いてるんじゃなくて勝手に人の見積もりをしてるってこと？そうなんだよ、生足もね、そう、生足、まあ、確か分かる、ストッキング足が綺麗に見える、そこだよね。ああ、それほんと履くのと履かないのとだいぶ違うし、私よくあざ作るし、今日もすねにあざ1個あるし、ああ。でも冷やしたらあかんは本当に重要だなって思う。履いててよかったっていつも思う。うん、1時になるし、そろそろ終わるか。秋葉にもマンだらけあるの。秋葉は行ったことないな。いや、行ったことあるけどマンだらけは行ったことないな。ほら、あれあるじゃん、なんだっけ、あの池袋のさ、あ、馬神蘭、え、合ってるっけ。そこはね、サラちゃんと行ったことがある。あ、全然いいんです、いいんです、分かりにくくてごめん、いい、まあ私もマンだらけ知ってるよってこと。まだ来て5分しか経ってない、ほんまか。あ、羅針盤、そうそうそう、私なんて言った、なんか変なこと言ったよね。羅針盤、そうそう、行ったことある、池袋、池袋のアニメイトはいつも混んでるね。いや、お疲れ様でした。明日早起きの人いるでしょ、どうせ。ランキング読んでいきます。13位ドーバーさん、12位ヒサオさん、11位マスオさん、10位コラコラさん、9位ザッチくん、8位タカシーノさん、7位ヒカルくん、6位ヤマちゃん、5位トンちゃん、4位カズリさん、3位ラブニャン、2位マッキーさん、1位がマサくんでした。遅い時間までお付き合いいただきありがとうございました。ほんじゃ、明日も寒いんかな、わからんけど、寒い日々が続きますが、皆さん体調にはお気をつけて。おやすみ、バイバーイ、切ります。楽しかった、よかった。また来てね、みんな。バイバイ。